こんにちは、すみやです。で、今日はですね、2日前か。昨日は大雨降ってたので撮れなかったんですが、21日、もうほとんど曇り空だったんですけれども、雲の晴れ間の間隙を縫って、M101、回転花火銀河、風車銀河、風車銀河とも言うのかな。そこに現れた超新星を撮影して捉えることができましたね。これでね、これ広角なので銀河よりもかなり広い範囲を映せる望遠鏡なんですけれども、それでもね、一応 M101 回転花火銀河真ん中にそれなりに映っていました。まあ、曇り空だったのでそんなに鮮明に撮影はできなかったんですが、しかし超新星かなり明るくなってますね。日ごとに明るさを増してるっていう風な情報もあるので、10等星ぐらいまで行ってるんじゃないかっていう説もあるので、今夜もこれを使って回転花火銀河 M101 の超新星を撮影をもう一度綺麗にね撮れるかどうかやってみたいと思います。これだとやはり広角すぎるので、もうちょっと画角の狭い望遠鏡でさらにクローズアップして撮影したいと思っているので、今日はドブソニアン望遠鏡にも登場してもらって回転花火銀河 M101 を撮っていきたいなと思っているところです。ぜひ今夜の星空ライブ乞うご期待です。今日はねかなり晴れ渡って湿度も低そうなので綺麗に撮れるんじゃないかなと思います。一晩中晴れていれば長時間にわたってライブスタックをすればかなり綺麗な M101 の超新星を見ることができるんじゃないかなと期待しているところですので、皆さんもぜひ星空ライブにお越しください。今夜の星空ライブお待ちしております。それではね、ドブソニアン望遠鏡を出していきましょう。ドブソニアン望遠鏡のファインダー台座のところに三つまたファインダー台座をつけて、FMA135 の後ろにネプチューン C2 をつけています。そしてこちらにはドットファインダーをつけています。そしてドブソニアン望遠鏡口径20センチの方にはウラヌス C をつけています。まあ、これで今晩ね、超新星 M101 の超新星を捉えてみたいなと思っています。こっちは13センチでこっちが20センチなので、こっちの方がね集光力が高いと、2倍ぐらいかな、2倍以上集光力あるかもしれませんので、こっちでね超新星をさらに明るく撮ってみたいと思います。で、焦点距離がね、こっちが364ミリでこっちが1200ミリですから、3倍以上、 3.5 倍ぐらいの差があるんですけども、ウラヌス C の画角が狭いので、まあ、実際にはね 3.5 倍かける何倍で10倍近い画角の差が出てくるかもしれませんが、その10倍の差を両方ね、同時配信できればと思っています。超新星を今日は見てみたいと思います。はい、乞うご期待です。今夜も星空ライブを楽しみましょう。 M101 の超新星が入りました。先生皆様こんばんは。 M101 の超新星、良いですね。どんどん明るくなっているような気がしますね。こんばんは。秋間さんこんばんは。 NGC4567&4568 のバタフライ銀河にも超新星が発見されたそうです。M101 は明るいですね。超新星ラッシュですね。先生そういえば C スタ納期が8月になるそうです。工場が間に合わないと悲鳴を上げています。世界中から注文が殺到しているのかもしれませんね。ですね。ちょうど天の川が上がってレビューにはもってこいですね。こんばんは。先日発見された超新星ですか？かよきさんこんばんは。発見されたばかりの
超新星です。スミヤさん、セラさん、アキさん、こんばんは。日本人の方が発見したらしいですね。おう、ググってきます。こんばんは。無事に八ヶ岳から帰ってきました。鈴木さんこんばんは。遠征お疲れ様です。鈴木さんこんばんは。お帰りです。超新星、他の星と色が違いますね。天気は曇りで散々でした。鹿がうろちょろ。案の定、中央本線で鹿と衝突して遅れていました。仕方ないですね。残念。鹿めっちゃいますよね。私も夜間撮影の道中、群生に驚きました。座布団3枚。千葉県では鹿より小型のキョンが増えています。中央本線の勝沼ぶどう郷駅周辺、ほんとぶどうの木だらけだった。サツキバレは一体、地球温暖化の影響は星空にも影響されてしまいますね。勝沼ワイナリーは有名ですからね。熱帯地方の雨季に入った感じですね。湿度も上がっています。現在すべての機材は防湿ボックスでお休み中です。ジルリ。セラ。仕事が少ないので明日休みを取りました。リベンジですか？笑い。いや、ゆっくり休みたいので。私も休みたい。みんなで休みましょう。休めるときにじっくり休むのも良いですね。休みたくてもお客様が許してくれません。 M101 の回転花火銀河はやはり暗い空。今年は梅雨入り早そうですね。汗。沖縄は梅雨に入りましたね。自分も101入れたら超新星見えました。今日は10センチメートルアクロマート。 M101 はっきり見えたら華やかな銀河ですよね。雲に阻まれています。心の目でご覧ください。こちらは天頂付近のアルクトゥースしか見えませんでした。真っ雲です。千葉市はアルクトゥルスも見えません。そんな天候の中、発見ほやほやの超新星 2023IXF をライブで見させていただき感謝です。ありがとうございました。ではまたです。ちなみに千葉県の今日の星空指数は 10% です。見れたらかなりラッキーだそうです。この画像はかなりラッキーですね。幸運。かよぴさん、おやすみなさい。ラッキー超新星です。かよぴさん、おやすみなさい。良い夢を。私も調べ物しておやすみします。おやすみなさい。マニさん、こんばんは。一足早くおやすみなさい。セラさんもおやすみなさい。あ、セラさん、宮崎県の高い山に登ると南十字星が見えるとの怪しい情報がありますよ。なんという山ですか？ごめんなさい、名前までは聞いてないです。マウナケアの星空ライブでそんな話題が出たことがあるんですよ。ぜひ登ってみたいですね。見えててもスマホのアプリがないとどれが南十字星かわからないですが。季節はいつ頃ですか？それも聞いてなかったです。後でスマホで調べてみます。スミーさん、まさか行く気ですか？以前に宮崎県あたりの山に登ったことがあります。マウナケア山頂星空ツアー56,000円。それも行きたいですね。秋間さん、こんばんは。56,000円なら僕でも行けますね。ハワイ島までの旅費は別ですか？中国の元だったりして。南天も 90% 観測できるそうです。イータカリーナを見てみたいですね。56,000円はおそらく山の近くからの価格と思います。飛行機代は別なんですね。カヌーを漕いでいきます。また橋頭が濡れちゃいそうですね。 M101 は天頂付近にあります。雲が晴れる気配がないのでそろそろ終わりにしたいと思います。また明日のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。マニさん、ありがとうございました。おやすみなさい。